の体っていうのは生ものなので、保存していかなければならないです。保存することが大事。誰でも本能でアンチエイジングで保存したいっていう欲望が、欲求が、本能が溢れ出てくるってことなんですよ。食べたくてもうしょうがないんですよ。抑えられないんですよ。もうこれはね、私だからもう無理なんですよって思って困ってる人いますよね。でも大丈夫、これを見たら抑えられるから。実はですね、これはね、あなたのせいじゃないんですよ。あなたが悪いわけじゃないから安心して、ほんと大丈夫だからっていうことなんですよね。腎臓と肝臓が体を腐らないように実はね、防御してるっていうことなんですよ。腎臓はミネラル分の 99% を再吸収して、足りなければ肝臓に、おい肝臓君もっとミネラル出しなさいよっていう指令を出して、肝臓がストックしているミネラル分を出してくれてるんですよね。それでも足りなければ骨から出してっていう風になるということなんですよね。それによって何をしてるかっていうと、体を塩漬けにしてるってことなんですよ。なぜ塩漬けにしてるかっていうと、塩の持つ殺菌とか防腐効果っていうのがめちゃくちゃあるんですよね。だからね、防御作用をそれによって持たせてくれてるということなんですよね。で、女性の方は特にそうなんですけど、甘いもの好きでしょ？めちゃくちゃ甘いもの食べたくなりますよね。スイーツショップ見たら、もう見て見ぬふりはできないということになってますよね。でもね、それはね、なぜかということなんですよ。そのなぜかということを腹落ちしておいてほしいんですよ。腹落ち2つあります。1つ目は生理があるから。生理っていうのはね、1ヶ月に1回あるんですけどね、だいたい140ミリぐらいの血の量、まあ人の量に、人にもよりますけど、140ミリぐらいの血の量が外に出ると言われてるんですよね。これね、実はね、あれだけの出血をもし男性、僕ら男がしたとしたら、ぶっ倒れちゃうレベルなんですよ。もうバタンキューでも倒れちゃいますよ。それだけエネルギーをめちゃくちゃ消耗するっていうのが生理なんですよね。で、生理期間中はなんと 10% も基礎代謝が上がるって言われてるんですよ。もうね、ワンピースのルフィにやったら、もうギアセカンドということになるんですよね。だから、もうジェットエンジンである甘い砂糖をボーンと入れてガーンとパワーを出すぞというようになってるっていうことなんです。二つ目っていうのはね、塩漬けしますよね。塩漬けっていうのは、塩蔵品っていうのがありますよね。塩蔵品、昔から、すごい昔から重宝されていて、腐らないもの、保存量、保存を伸ばす。もう期限を伸ばすっていうために塩っていうのは使われるんですよね。腐らないためにね。だから塩サバとか、タラコとか、塩辛とか、明太子、荒巻き鮭、ハムとか、ベーコンとか、漬物とか、キュウリの漬物、ナス、美味しいな、大根の、キムチとか、福神漬け、奈良漬け、お腹減ってくるわ、梅干し、わかめ。ってありますよね。ああいうのも全部遠藤品、期限を持たせるためにやってると、もう昔ながらの知恵ということなんですね。あとね、戦国時代の武士の打ち首された首を持っていくとき、あれ塩漬けして持っていくんですよ。あのまま持っていったら腐っちゃうからね。だからね、塩漬けして持っていくということ。あとは第一次世界大戦のヨーロッパとかも、あの有名な人をね、本国に運んで亡くなっちゃいましたよって持っていくときは、塩漬けして遺体を運んでいくということが本当にあったんです。まあ、他でも言いますと、資産とかってすら、お金すら塩漬けするって言うでしょ。要はね、何が言いたいかというと、保存が効く、腐らないっていうことなんですよ。保存が効かせるように塩が必要ってこと。じゃあ、現代に置き換えますよね。現代で保存するため、腐らないために使うものは何かわかりますかね。チャンネル登録してね。塩仲間になってね。イエーイ。一つ目、砂糖漬け、シロップ漬け、蜂蜜漬け、ジャムとかありますよね。コンポートとかありますよね。あれはね、腐らせないために砂糖漬け、シロップ漬けにしているんですよね。あとはね、アルコール漬けですよ。アルコール漬け。沖縄でね、ハブ酒とかあるじゃないですか。ハブが入ったお酒。あれは本当に腐らないですよね。ヘビそのままでいますよね。あと、酢漬け、お酢に漬けるっていうのもあるんですよね。まああれは、でも酒が酢酸を加えて発酵させるから、させてお酢になるから、まあアルコールの仲間ということですよね。まあ、これでお分かりのように、何が言いたいのかと言いますと、実は人間の体っていうのは生ものなので、保存していかなければならないです。保存することが大事。誰でも本能でアンチエイジングで保存したいっていう欲望が、欲求が、本能が溢れ出てくるっていうことなんですよ。本能で塩分で塩漬けしたい、保存したいっていうふうに思うんですよ。
だけどね、減塩してますよね。残念ながら世の中減塩減塩ばっかりですよね。だからね、体に塩分、保存する塩分がね、明らかに不足するんですよ。だから肝臓がもうしょうがねえなって言ってサインを出して、とにかく他の腐らない物質何でもいいからいっぱい入れて保存したまえということになるんですよ。それが甘いものなんですよ。甘いもの、甘いもので砂糖漬け、シロップ漬け、コンポートみたいにして保存しろよっていうことを指令を出しちゃう。アルコール漬け、酒もそう。酒をいっぱい飲んで体を保存しなさいよっていう指令を肝臓が出してしまうんですよ。まあね、結論としては本物の塩分を体にガツーンと入れとけば甘いものも減るんですよ。アルコールも適量で済むんです。大酒飲みの人もちょっとで済む。砂糖中毒でもうどうしようもないわっていう人も、塩をしっかり食べると、体に入れると、ミネラル分をしっかり入れると、あれ最近私そういやあんまり甘いもの昔に比べて食べたくなくなったなっていう風になるんです。だけどね、みんな減塩してやってるから甘いもの中毒、アルコール中毒になってるというのが今の現状と。でもね、それはね、生存本能だからしょうがないです。減塩が悪いだけであって、あなたが悪いわけでは全くない。あなたのせいじゃない、あなたは悪くない。本当にそれをね、言いたい。本物の塩をしっかり取れば本当にあんまりいらなくなるから、いいからやってみて。子供についてはどうなんですか、塩は子供に大丈夫なんですか、砂糖はどれぐらい子供に食べさせたらいいんですか、とかっていう風にね、な質問がよく来るんですけど、僕的には6歳までは親のコントロールが結構効くから、そこまでは白砂糖をなるべく減らして黒糖とかでなんとかケアしていく。で、塩をしっかりそして食べさせてあげてほしいんですよ。離乳食始まったら少しずつ塩を入れていって、本物の塩ですよ。変な生成塩とかやめてくださいね。で、様子を見ながらどん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 塩の量を多くしていって、食べて美味しく食べてるなと思ったらちょっとずつ増やしていくっていう風で、赤ちゃんにもお塩をあげて大丈夫なんだ。本当に大丈夫だってね、赤ちゃんはお母さんのお腹の中にいたんですよ。塩水の羊水っていうのはね、 1% 濃度の塩水なんで、塩水の中にいたんですよ。その塩水の中に浮いてたんですよね。だからね、大丈夫ですよ、朝食食べても。でね、あの小学生に甘いもの一切与えるなーとかっていうね、おじいちゃん先生みたいな人がいるんですよ。小学生、中学生になるまではね、食べさせるな、絶対あかんぞって言ってる人もいるんですけどね、僕的にはね、正直言って小学生にとってはやっぱり言い訳かもしれないけど、現代社会にとってはコミュニケーションツールのもう一つとかしてるんですよ。子供らみんな仲間たちはグミとか食べてるけど、お前だけは絶対食べるなって言って、子供がどんだけストレスか、これで病気になるわっていう感じになるんですよ。だからね、あの自分たちもそうですけど、昔駄菓子食べてましたよね思いっきり食べてましたよね。だからね、しょうがないって言ったらね、本当にね、ダメかもしれない、言い訳になるかもしれない。だけど小学生はもうしょうがないかなっていうふうに思いますよ。小学校行くまでは徹底して結構できるんですよ。だけどね、小学生になったらお互いに、僕的にはストレスにならない範囲で減らしていくと、なるべくね、理由をちゃんと説明して、あんたもダメだよっていうことを説明して、ストレスにならないぐらいに減らしていくっていうのがいいかなって思いますよ。ただここで絶対条件として、家での食事は徹底していい塩、いい調味料をガンガンに使っていく。子供に減塩とかさせる、いい塩といい調味料をブワーッと、味噌とか醤油とか塩とか、いいのを完璧に使う。いいものを料理で、家庭の料理で食べさせてあげるっていうのが大前提。これが土台がないのに、小学校だからもうしょうがないから食べさせていいでしょう、何でもかんでも食べろって言ったら、塩が子供にないから、ミネラル分が体の中にないから、子供ですら保存しようと思って砂糖ばっかりバン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 食べまくりますよ。だからね、それを子供本人にも抑えさせるためにも、ミネラル分とか塩とかいい調味料は徹底して使っていく、家庭ではっていうのをやっていってほしいなっていうふうに思います。それが僕の考え方で、それがね、現実的なかなと思うんですよね。はい、今回はどうやったら砂糖を抑えられるか、あなたが悪いわけじゃないんですよということをお届けしていきました。ここからはですね、塩を、ね、食べるときのポイントを押さえていきたいと思いますので、お伝えしていきたいと思いますので、これを見てください。塩を食べるポイントなんですけどね、塩これぐらい食べるとしますよね。口に入れます。口に入れて、水を飲みますよね。水を飲んでクチュクチュクチュってしてから飲み込むというのがポイント。塩はですね、イオン化した方がいいんですよ。イオン化しないと気持ち悪くなったり、胃に負担がかかったりちょっとすることがあるんですよ。なので
口に塩を入れて水を飲んでからくちゅくちゅくちゅってやってから飲み込むというふうに溶かしてから飲み込む、それが溶かすということがイオン化ということになりますので、そういうふうにやってほしいですね。でそうすると口の中も殺菌消毒作用で粘膜も強くなるし歯茎も強くなるし虫歯予防にもなりますので、これをやってほしいんですよね。でね、スポーツやる人いますよね。スポーツやる人は内臓に塩分が薄まるとあっという間にバテてしまうというのがありますので、スポーツやる朝絶対これをやってから塩分と水分を取ってからやると本当にバテにくくなります。途中で塩をちょっとつまんで食べてもちょっとだけだから全然いいんで、どん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 食べていくということですね。で同時に水も飲むということをやって、スポーツやりながらやってるとバテなくなります。スタミナがめちゃくちゃつくようになりますので、それをやってほしい。あとね、寝る前にこれもやってほしいんですよ。寝る前にやるとめちゃくちゃ寝つきが良くなる。ほんでね、朝起きたところパチーンって起きれるようになるから、本当に一回これやってほしいなと思いますね。あとね、スポーツでは足がつる人いますよね。足がつる人も塩を食べてから水を飲んで、くちゅくちゅくちゅってやってから飲み込んで、健康になるっていうことを本当にやってほしいですよね。足がつるっていうのはですね、ミネラル分が足りなくて、心臓が止まりかけてるから、その心臓これ以上動いたらあかんぞってことで足をつらせて、もう動けなくするんですよ。だからね、心臓が一番大切で止まったらあかんから、それを動かさない、あまりにもミネラル分が足りなくて動かさないために足をつらせるっていうことなんで、塩をしっかり食べてほしい。あと今サウナ流行ってますよね。サカツってありますよね。サカツ、あれの人はもう絶対このね、塩をちょっとつまんで食べて水で飲んでこうくちょくちょくちょってイオン化させてから飲み込むっていうのをやってからサウナに入ると汗のかきも全然違うんですよ。あと、ね、塩を持ってっても塗って入るっていうのがいいんですよ。だからそれをやってもらうと全然汗かく量変わってきますし、体もうバテない。塩サウナ入ったり、サカツしても疲れてて動きも使い物にならない体になりました、だって話にならないです。だからね、そういうのをちゃんとやって、ケアしながら体を使って動かしてほしいなっていうふうに思います。でね、甘いものもそれでコントロールできます。あなたが悪いわけじゃないから、しっかりやって健康になっていきましょう。ではまた。